ロア・ガンザ・アーカイブへようこそ。本日ご紹介させていただきますのは、ロア・ガンズとガンザローゼスのコラボのパーカーの方をご紹介したいと思います。こちらの方は新品未使用になっておりまして、えー、本日の動画からこれを下ろしたいと思います。こちらの方が両服の入ったパッケージになっております。そしては、取り出していきたいと思います。こちらの方が、 パーカーになっています。こんな感じですね。え、前回、え、ご紹介させていただいたように、ネックの方まで、来ていますね、この、パーカーのフードの方が。で、えっと、 ここにロアという風に書いてあります。これが、えー、紐になっていますね。で、フロントの方には、擦れた感じでロアガンズの模様。これかっこいいですよね。こんな感じになっています。で、ジッパーの方は、ロアガンズの模様が入っています。で、新品なので、タグの方が付いています。で、いくらかというと、3万5千円になっています。 サイズは2ですね。こんな感じです。で、袖の方はプリントはなしです。袖の方はプリントはなしです。で、こちらのライトの方もプリントはなしです。で、えー、下のジッパーの方はこんな感じになっています。これがフロントです。 で、フードの部分は、ジャージ素材になっていますね。結構雨置きにいいと思います。雪とか雨よけにいい素材になっています。で、表面、表面はコットンになっていますね。全体像は、こんな感じになっています。背面の方はこんな感じになっています。あのー、ドクロとガンの方が、 薄れた感じの、ちょっと薄いプリントになっていますね。自分はこのモチーフがすごく好きです。で、シルエットの方も、フードのシルエットの方もすごく自分は好きな感じですね。真ん中で2本、線がいっていて、左右に、こう、分かれるような感じ。まあ、バックスタイルって、バックシルエットってこんな感じですよね。 かっこいいです。えー、自分はもう今日、こうタグを外したので、この、パーカーの方は着ていこうと思います。で、フードの紐なんですが、ロア、ロアガンスには悪いんですけど、これすぐ外れやすくなっているんで、自分の場合、なくすと困るので、もう、買った瞬間にこうやって紐、取っちゃいます。こんな感じで。で、えー、また、 ねえ、誰かが欲しい人に譲るときにつけるんですけど、あの、ほんと、うーん、すごいね、外れやすいんですよね。あの、いつの間にかスルッと抜けて、なくしかけたことがあるので、もう自分はロアガンズのパーカーはこう、フードの暇は外しちゃいます。なくてもいいかなと思うので。で、このタグの方は今からちょっと自分がコレクションしているものに入れていこうと思います。前回もこれ見せたかもしれませんが、このファイルに全部あの、 自分の商品の方を、あのー、入れていく形になっています。こうやって、ロアのものとか、あの、商品タグの方を入れていっています。主にロアガンズとマスターマインドジャパンとのコラボのものは、このファイリングで入れています。で、えー、ガンズとロアガンズのコラボの商品タグの方は、 こちらの方に入れていますので。で、今回、えー、ガンズの商品タグの方を、ここに入れていきたいと思います。あの、ここでまたセロテープ止めて入れるんですけど、こっちがロアガンズとガンズのコラボのパーカーの T シャツの方になっています。値段とかもこう書いてあるんですけどね。で、007とロアガンズのシアターイトルのコラボの 商品タグ。まあ、こちらの方も T シャツ持っていますんでね。で、ここの商品タグがないものは、あの、未だに持っていないので、あの、手、あの、手放したりとかしてないので、ここに商品タグの方があるものはすべて自分で、えー、処理しています。あの、T シャツだけじゃなくて、こうやって商品タグも自分なりに、あの、管理していますんで、まあ、僕にとって洋服は本当宝物なので、こんな感じでいつも撮っています。 本日ご紹介させていただきましたのは、自分の大好きなロアガンズとガンズローゼスのコラボパーカーのドクロバージョンをご紹介させていただきました。